い、第3章はね、より実践的なねフレーズを使った、はい、トレーニングをね紹介していきたいと思います。まずはですね、チョーキングの、ね、もう多彩なチョーキングを使ったというフレーズなんですけども、この中でね特にまあピックアップしてね紹介していきたいと思います。まずですね、曲の中でも使われているアップ、チョーキングしたままの、ピッキングですよね。このアップ状態の引っ掛けるような感じ、これはですね、右手のこの腹の部分を使って、チョーキングした音を止めます。ね、今、ご覧のようにね、ここで引いては止めるという作業をしていますね。これなんかはね、ちょっと慣れが必要なので、ね、しっかりと音を止める、ね、これ確実性をね心がけましょう。続いて、2弦を、ね、使って、下の弦の音に安定、上の弦の音程を当てにいく、こういう風にね、ちょっとね、音のこう振動の揺れが速くなればなるほど音が合っていない感じ、ね、そこをよく耳でチェックしながらね、やっていきます。これもね非常に自分の耳が頼りになりますね、注意しましょう。はい、次のねもう一つ、その、一つチョーキングをねしながら、トップのノートを変えるという技があります。これね、小指をこう動かすんですけど、これは、上のチョーキングの音程をしっかり保ったままやるというのがちょっと難しい技です、ね。これねしっかり手首で上げましょう。手首で上げてホールドして小指だけこう自由に動かすという、ね、これ練習、いくらでもできますね。これだけの練習をね心がけてください。あと一つ最後にね、一音半チョーキングがあります。これは、もう本当耳の勝負ですね、これね一音から一音半に同じね一発のピッキングで上げるというね、なかなかもう勇気がいりますのでね、もう思い切ってガンと上げてください。ではね、これデモンストレーションねぜひご覧ください。